黒川さん、ツアーティーの使い方間違ってますね。え、あれ違うんですか。これね、使い方違うんですよ、黒川さん。え、嘘でしょ。広い面と細い面があるんですけど、これは細い方を打つ方向に向けて刺すんです。本当に広い面を打つ方向に刺してしまいますと、クラブがこっちから来ますよね。そうすると地面との抵抗が多くなるんで、スピン量が増えちゃう。あー、なるほどね。ってことは飛ばないし風に負けちゃう。でも細い方を向けて刺すと、あの、おのずと細い方がこう抵抗力が少なくなるってことなんですね。あと折れづらくなります。下手したら10ヤードは変わる可能性ありますね。